俺がバフブかけたいな。ちょっと、キム。ありがとうございます。山口と申します。今回はタイトルにもある通り、プリンセスコネクトのキャルちゃんに一目惚れしたということで、今回は恋、そしてゲームをして、キャルちゃんとプリンセスコネクトリダイブを知っていこうという、そういう動画となっております。よろしくお願いいたします。さあ、始めていきましょうか。ほんまに、見た目がすげえ可愛いと思って、始めました。夢を見ている。夢を見ている。はい。どこまでも非現実的な。美しく尊い夢を。ストーリー的なところも全く知らないんで勉強させていただきたい。まあでもプリンセスコネクトはダウンロードはしたんですよ前。でもダウンロードその頃、まあ、家に Wi-Fi がなくてダウンロードでききらなくてそこで終わった気がするんですよ。リダイブになってからはまだわからない。はい、俺かプリンセスナイト、まさかあなたたちがここまでやるなんて。でもこれが最後よ。すべて終わらせてあげる。でも俺これすげえイケメンじゃない。ありがたい。やめよう。ありがたい。これ以上戦ってもいいことなんて一つもないよ。あ、これ右クリックでこのウィンドウが消せて体全体見れるみたいなないですか。見たいんですけど。願いや、かわいい。そのためなら何度でも戦えるわ。何度でもね。全然話聞いてないんですけど、あのキャラがすげえ全員かわいいからキャルちゃんに会いに行きたいっていう目的を忘れている。っていうかキャルちゃんはいいひんな。まだどうしてもよりなくちゃいけないんだね。そうやな。迷いは捨てて、うん、そうしないと奴は倒せない。はい。何としてもこの戦いに勝とう。そして叶えよう私たちの願いを。はい。もう一度だけ。お、私たちに戦う力を。アニメーションいいな。決着の時だ。お、すげえ。いやでも敵レベル99って結構高いな。かわいい。かわいいな。相手の火力やばいねんけど。なんかマジ。てかなんていうの、攻撃アニメーションえぐいねんけど。悟空でも出さんぐらいの歯が出てる。足りなかったの。私たちの願いは叶わないの。せめて騎士君だけでもここから。俺騎士君か。私の邪魔をする者は決して逃がさない。ゆい、はい、危ない。ゆい危ない。助けたれよ俺。えぐいって。世界のお前たちも。えぐいわ。そのおマジ。お、いやー救えたんかな。おはよう。俺死んでないこれ。おはよう。ごめん、起こしちゃったわね。死んでるやろこれ。俺まだ寝ててもいいわよ。はい、私も作業に集中したいし。ああ、あんたの相手してる余裕がないから。あのね、好きです。率直な気持ちの好きです。かわいいな。あんた誰って顔してるわね。はい。こっちはあんたのことをよく知ってるのに。ほう。初対面みたいな反応されるとやっぱりちょっとへこんじゃうわ。でもそのプリンセスコネクトってどういうゲームかわからんけど、あれやな、なんかエルフの感じの耳してるな。私は、まあ、はい、アメスとでも名乗っておくわ。アメス。最近はもっぱらそう呼ばれてるから、はい、無理に覚えなくてもいいわよ。どうせすぐに忘れるだろうし。はい。うん、これも夢みたいなもんだから。夢ね。私は見ての通りボロボロにぶっ壊れててさ、自己修復が終わるまでは動けない。ああ、そのこういう周りか。現実に関われないのよね。
こういう周りのことか。だから、はい、私の代理としてあんたにはガイド役を派遣しといたから。いや、よく見たらいろんなところをダメージ食らってる感じするの。あんたの人生、人生、つまり現実における水先案内人ね。はい、詳しい話はそっちに聞いて。了解しました。おっと、うん、ごめん、今回はこの辺でお別れしなきゃいけないみたい。マジ？もっといっぱいおしゃべりがしたかったけど。ちょ、なんで最後にそういうこと言うの。現実は残酷よね。そうですね。でもいつまでも夢は見てられないから。はい、じゃ、またね。うん、あんたの人生が、現実が幸福なものであるように祈ってるわ。いや、なんかわかります、この口調で。なんていうの、ツンツンじゃなくて普通な感じ、すごい刺さりませんね。一定層刺さる層がいると思うんですけど、僕は好きです。僕も好きです。はい、もちろん。てかアニメーションね、え、アニメーションめっちゃあったよな。あーあーあああ、か、顔が一番に焼けてると思う。いやー、いいね。あー、今のリボンわかります？いいよね。え、かわいい。顔がかわいい。うん、あー、いや、でもわかります？なんていうの、こういう女の子が意外にも、でかい剣振り回してるっていうのすげえ良くない？女の子やからヒーラーとかさ、そういう感じじゃないのよ。じゃなくて、結構でかい剣を、おぉ、身軽。こう振り回して戦ってる感じ。あー、かわいい。しかも強いな。あー、自信満々、かわいいな。可愛かったな。はじめちょろちょろ、なんかパッパ。料理か。赤っこないでも振った通るな。いや、でもあれなんですよ。さっきの最初の戦闘が全然知らん人ばっかりで、あれやったのよ。リダイブのあの人じゃなかったんですよね。そのおお。お目覚めになられたのですね。アルテ様。いや、俺こっちに、おい。いや、なんか、なんていうの、あ、こういうさ、画面で動くのすげえすごいな。私は偉大なるアメス様によって派遣された。アメス。ガイド役。はい。名前はコッコロと申します。名前も可愛いね。どうぞ、以後お見知りおきを。ちょっと気持ち悪かったな今の。アルテ様をお守りし。おはようからお休みまで、はい、ゆりかごから棺桶まで、おい、誠心誠意お世話をするのが私の役目でございます。妻宣言みたいなことになってるけど、何なりとご用命を。まあでも、どっちかっていうとお月の人みたいな感じか。その妻宣言やみたいなこと言ったけど、いや、こっころキョトンとされておりますね。ね、顔がかわいい。ぶしつけではございますが、あなた様のお名前をお聞かせ願えますか。はい、山口と申します。よろしくお願いいたします。はい、うむ、よかった、私のお仕えする主様で間違いないようです、うん、ほう、よもや人違いなのではなどと疑って申し訳ありません、はい、うん、ご不快でしたら何なりと罰をお与えください。いや、そんな別に何もせんよ。この地で何をされようが私は一向に構いません。主様の立場になったこういうことな、アメス様からの託せえへんよ別に。主様はいいよ、ほとんどの記憶を失っているようなので、はい、わけがわからない状態でしょうけど、私がお導きしますのでどうかご安心を。それはよかった。お腹すいた。あー、お腹すいた。さっきの子がな。はい、心得ております。お昼時ですね。俺じゃないよ。主様がお目覚めになられたら召し上がっていただこうと。はい、私
ご飯を炊いておりましたから。食ってそうやな。はーい、ご飯、ありがとうございます、ありがとうございます。お腹が空いて死んじゃいそうだったんです。ちょっあのな、すごいあのフェチズムが現れてると思うんですよね。あの好きな人は好きでしょ、こういうの。あとまあここですよね。ここはもちろんみんな好きやねんけど、このちょっとゴツッとしたのが可愛い女の子が着てるっていうその良さやな。ほんであれですよね、そのちっちゃい剣じゃなくて大きい剣を振り回してたわけじゃないですか。いやー、なんかね、キャラデザのフェチズムがやばい。可愛い。元気っ子好きよ。食ってるな、何も話してないのに。どちら様でしょう。気づいてないの。可愛い。うまい。生き返る。ご飯は命のエネルギー。人のご飯やけどな。食べた食べた。はい。空間をきらめかせてる。見ず知らずの私に美味しいご飯を恵んでくれるなんて、いい人たちですね。もう一方的やわ。一緒に来ます。はい。ありがとうございます。じゃあ来てもらおうか。いや、恵んだというか、気づけば食べられていたというか。そうやな、俺ら何も話してないのにな。あ、主様のために用意したご飯が一瞬で消え失せましたよ。何なんですか、あなたは。私は。はい。いや、それよりも、あの子、あなたたちのお知り合いですか？それよりもじゃないよ。あの子、とおっしゃいますと。うまい具合にさ、そらされてるやん。はい。ああ、はいはいはい。いたな。助けてあげな。はい。なんだか偉いことになってますね。そうやな。どなたか存じ上げない方が魔物の大群に追われています。助けな。どうしましょう、主様。魔物の群れはこっちに向かってますし、無視もできません。はい。ちゃちゃっと片付けてきますので、二人は避難してください。いやでも今助けますよ、そこの人。いいよね、強い女の子好きよ。そうやな。あーでも持ってるな。さすがに魔物が多すぎます。はい。私たちも助成しましょう。バフかけてくれ。ついでに、うん、主様に戦い方をご説明できそうですし。はい、よーし、学んでいくぞ。よろしくお願いします。よし、そういうことね。了解。わかったわかった。ありがとうございました。よかった、おかげで助かりました。いやでも早く食べられちゃうところでした。いやでもそうやんな、このちょっと清楚系なこの子もすげえ可愛いな。いえいえ、ご無事で何よりでございました、うん、ほんまによ。あなた、どうして魔物の大群に追われていたのですか？はい。その子っていうより私を狙ってたんだと思いますよ。その子はたまたま通りがかって巻き込んじゃった感じですかね。カラフルメーカーや。ご迷惑をおかけしました。はい。あなたを、どういうことでしょう。というか本当に、うん、あなたは何者なのでしょうか。ほんまにな。お名前すら不明なのですけど。なお。私も名乗ってなかったよね。私、ゆいって言います。はい、ゆいちゃん。本当に助けてくれてありがとう。でもあれやねんな、もうなんかあの女の子だけ異常に情報が出てこへんねんな。はい。私は冷た。心と。ああ、そういうことじゃないわ。こちらは、はい、主様です。いやほんまにさ、こっころっていう響きがめっちゃ可愛いよな。ぽいよな、こっころっぽい。私たち。うん、どこかで会ったことがないかな。ああ、まあでもあれでな。おーい、会ってるっちゃ会ってる。みんなこっちに来てください。名を名乗れ。何か倒れてる人がいるんですよ。回復魔法とか使える人、
やったな、ユイが。ユイちゃんが使えますよね。私、回復魔法は得意です。倒れてる人って、来た来たおい、なあ超可愛くない？いや、だから、通りすがりで巻き込まれちゃったとか？いや、顔が可愛すぎてよ。ないけど、なぜか気絶してる。いや、可愛い。いや、もうめちゃめちゃ可愛い。お任せしますね。まだ物がうようよいるので、私蹴散らしちゃいます。みんなは、いや、俺が気絶してる人を運びつつ避難してください。俺がバフブかけたいな。ちょっと金。避難しようにも、こうも魔物だらけでは身動きが取れませんよ。はい。と。お腹ペコペコのペコリーヌ様。ペコリーヌ。仮にお呼びしますね。仮？乗りかかった船です。共に窮地を脱しましょう。ああ、でも自分で名乗らへんの。おや、ペコリーヌって私ですか？かわいいあだ名をつけられちゃいました。やばいですね。この程度の数なら、ね、私だけで軽く殲滅できるのに。ここの名前ちょっと何かなりそうじゃない？なんか後々みたいな、うん、なんで名乗らへんねやろな。助けられっぱなしじゃ申し訳ないもん。私も戦います、はい、よっしゃ。私たちも参戦しましょうか、主様。すみません、はい、なんだかドタバタとした出会いになってしまいましたけど。いやいや、これからよろしくお願いしますね。こっちからこれこちらこそよろしくお願いいたします。噛んだ。ここから始めましょう。はい、私たちの物語を。おお、これで始まっていくわけやな。追加。おお、あ、かわいい。おお、いやー、でもあれですよね。あー、はいはい、これが出会いでってことか。いやー、でもまだちょっとわからんところいっぱいあるよな。その最初のところとのつながりとかさ、な、この世界がどんな感じかっていうところとかもな。あー、かわいい、かわいいよな。めっちゃ顔がかわいいねんけどね。そうなんですよ。もうまだストーリーがなかなかわからへん、わかりきってないところもあるんですけど、これもな、敵もどういう経緯で戦ってたっていうのもわからんし。普通にアニメやなね。アプリ、あ、かわいい。へえ、魔法系なんや。いいね。そのキャルちゃんが出てくる前にすでにもう100回ぐらい可愛い言ってたけどね、無事出会えることができました。よかったな、ほんまに、うん、もう最終回みたいなノリで言ってるけど、プリンセスコネクトリダイブ。